シャリアの紋章シャリアは、ロシア西部、コストロマ州の南東部にある都市。人口は24,900人。ボルガ川の左支流、ベトルガ川の左岸にある。州都コストロマからは北東へ330キロメートル。ヤロスラブリからガーリチを経て、キーロフへ向かうシュベリア鉄道本線が通る。モスクワからシャリア駅までは701キロメートル。 シャリアでベトルガ川を渡る鉄道橋シャリアを通る鉄道はサンクトペテルブルクからボログダを経てブヤトカに至る鉄道であるこの路線は1906年に開通しシベリア鉄道に向かう列車が通る路線にもなったこの時に開通したシャリア駅は近くを流れる川の名前から来ている駅と共に生まれた集落は1938年11月27日には 死の地位を得ている。シャリアは、コストロマ州東部の文化の中心であり、高等教育機関の文校が集まっている。またソ連崩壊後は聖堂なども再建された。シャリア周辺は、林業が盛んで、製材業や家具製造業などが集まる。鉄道の大きな車庫もあり、鉄道関連工業も立地する。その他、建材業や食品工業もある。ありがとうございます。